外回りって知ってる？え、なんすか？いや、昨日電車乗ってたんだけど、はい、サラリーマンっぽいおっさんがなんかこの時期の外回りはお互い辛いですなとか言ってんの。ああ、それ先輩が乗ってたのって山手線っすか？ああ、そうだけど。そしたらあれじゃないですか、山手線って向かう方向で内回りとか外回りとか言うじゃないですか。いや、何、外回りだと辛いとかあんの？あの、遠心力じゃないですか。ああ、外回りだから遠心力で飛ばされちゃうっていや、おめえ電車の中で飛ばされそうになってるおっさんとか見たことねえべあ、何？そしたら運動会っすかね。運動会？ほら、会社のとか。ああ、会社の運動会な。え、じゃあ何、あのおっさんたちリレーの選手なわけ？そうなんじゃないっすか。そうなるとやっぱ内回りの方が有利だもんな。はい、なるほどな。サラリーマンも大変だな。そうっすね。あ、うん、